うもナルワント TV です。では早速今日も涼しくなったんで、この101から久しぶりの台湾の今をお送りしたいと思います。では早速ブラブラしたいと思います。じゃあ行きましょう。下へ参ります。台湾はコロナレベルは現在もまだレベル2のままで、予定では11月29日まで延期となってます。相変わらず室内外問わずマスク着用が義務付けられてますが、11月2日から食事はもちろんですが、以下の条件の場合のみマスクを外すことが許されました。室内外問わず運動を楽しんでいる時とカラオケを熱唱している時、これはいいですね。あと室内外問わず個人撮影が団体撮影の時です。あと農林水産業の方々、あと登山と海水浴、あと5つ目は温泉に浸かっている時、まあ以上の5つはマスクを外すことが許されました。そして引き続き実名制、登録制、体温測定はありますが、公共施設での人の流れをコントロールや人数制限はなくなりました。特に新幹線、機内、長距離バス、船内、映画館内とこれは多いな、とカラオケでの飲食が可能となりました。でも飲食以外の場合マスクの着用が必要です。そして接待を伴うお店は実名制と検温の実施、従業員がコロナワクチンの1回目を接種し14日間経過していることなどの条件付きで営業再開が認められました。で、利用客もワクチン接種後から14日経過を証明する接種証明を所持する必要があります。で、台湾もあと少しで旧正月シーズンに突入します。旧正月シーズン期間中、12月14日から来年の2月14日までに帰国される外国在住の台湾人が増えます。帰国された方は14日間の隔離は必要となります。その際コロナワクチン2回接種者に対し前半7日間を防疫ホテルで隔離、後半7日間を自宅などでの隔離実施が可能となります。もう少しでクリスマスですね。なのに台湾はまだ20何度、すごい僕にとっては暑い季節です。はい、101付近にはこういう車の売店が何軒か並べてます。で、これ食事を取る人がまあ増えてきてます。本当にですね、5月の頃と比べるともう人がもうどんどん増えてきてますね。じゃあ今ですね、101付近で一番賑やかなところ行ってみたいと思います。ここはですね、週末とかですね、まあ映画館とかなんてすごい混んでるところなんですね。だから先ほども言ったように5月にコロナが爆発した時はここ本当は誰もいなかったんですよ。で、今はですね、もうご覧の通り人が増えまして、で、休日だともですね、もっとすごいんですよね、ここは。ここは映画館ですね。今ですね、自動的にチケットを買うこともできます。撮影はダメなようですね。じゃあ行きましょう。やだな。
TV でした。で私はねちょっとお腹が空いたんで何か食べてから帰りたいと思います。あ、そうだ、チャンネル登録といいねお忘れなくお願いします。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。私たちは Facebook や Instagram などを経営しております。毎日たくさん台湾の情報をお送りいたします。もしよかったらチェックしてくださいね。